皆さん、こんにちは。イースパイのことです。今日もーストリームを使いまして、ネットビネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。はい、今日もよろしくお願いします、はいえー。今日はですね、2015年3月11日ということで、えー、東日本大震災があった2011年3月11日から4年経ったということになります。 テレビなどではですね、震災に関する特番などがたくさん出ていますけど、私もですね、今回震災から4年ということでですね、ちょっと震災に関する内容を今日お伝えしようということで、急遽ちょっとですね、予定したものと変えてやろうと決めました。私が今回お話したいことは、東日本大震災3か月後に誕生した LINE により、 4年間で変わったことということでですね、えー、ちょっとお話ししたいと思います。えー、一般的にですね、えー、LINE というメディアについて、えー、テレビで紹介されたりするときには、どちらかというとですね、悪い印象で伝わることが多いんですね。LINE によるまあいじめだったりとか、いわゆる既読スルーとかってことだったりとか、まあその殺人事件で絡みであったりとか、えー、どっちかでですね、その え、引っ張るような感じのですね、ニュースの多くて、LINE の素晴らしさみたいなことに関しては、あまりこうね、あの、出ない。まあ、もちろんそれをあまりやってしまうと、なんか LINE の宣伝みたいになってしまうので、しょうがない面もあるんかもしれませんが、あまりにもね、ちょっと悪いイメージとしてかあの、伝わっていかない、伝わっていないというのが現状じゃないかなと思うんですね。え、そこで今回は、やっぱり LINE の素晴らしさということに関して、この4年で、 ね、LINE さんがやってきた素晴らしいね、えー、ことについて今日はね、お話ししたいと思います。えー、では早速こちらの方からご覧ください。はい。 えまずですね、順番にちょっと話をしてきますけど、やっぱ一番大きかったのは、一番上に書いた部分なんですけど、今、LINE のユーザー数が5000万人を突破しているというようなニュースが出ていて、スマートフォンを持っている人の9割が LINE が入っているというような話も出ていますけど、やはりですね、このスマートフォンが普及するというね、この3年ぐらいの背景があって、やはりアプリ、 スマートフォンのアプリ上で何かその連絡できるというです、ね、インフラを作らなきゃいけないなと思ってたときに LINE さんが登場したことはすごく大きかったんですね。一つやっぱり大きいですね、あのパラダイムシフトというか世の流れがあった。スマートフォンで 今までの携帯電話でとか、例えば黒電話でとか、ファックスでとかね、メールでみたいなのがあったんですけど、スマホが普及したことによって、そのスマートフォンのアプリで何ができるのっていうことに対して、真っ先にやっぱり皆さんが使いやすいサービスを提供してくれたのが LINE さんだと思うんですね。スマホのアプリに特化したっていうこと、これはやっぱりね、話せない、まず最初に話すにないことじゃないかなと思います。 はい。で、2番目、2番目なんですけど、やっぱ災害時でも、やっぱり私もですね、あのー、中越地震と中越沖地震と両方経験してるんですが、まあ当然中越地震、中越沖地震の時にはスマホはありません。えー、その時にどんなことが起きたかっていうと、やはりですね、あのー、電話回線がパンクするっていうことが起きて、電話が繋がらないっていうことがやっぱありました。えー、そんな中で、この LINE のボ、LINE はですね、その回線に負担の少ないパケット通信っていうもので、 災害時でもね、つながりやすい、連絡を取りやすい、もしくは電話でも、あ、えと、ー、で話しますけど、かけやすいっていうようなものがありますので、その、えー、そういう災害時でもつながりやすい、連絡取りやすいっていうのはやっぱ大きいんじゃないかなと思うんですよね。これは LINE さんの使用の問題ですけど、やっぱ大きいことだったんじゃないかなと思います。で、今度は3つ目です。3つ目は、やっぱり今回の震災直後の時にも、えー、すごくですね、えー、その翌年の えー、あその年ですね、その年の流行語にもなりましたが、絆という言葉があるようにですね、まあ、家族だったり、友達だったり、同僚だったりと、つ、え、な、ー、がる、そういう絆っていうものが高まっている中で、つながるツールとして LINE さんがそれに応えるような機能を用意したということ。これはやっぱり LINE さんあの、そういう、ねえー、背景があったからではなくて、やっぱりそれに応えるだけの LINE さんのサービス、 ですねえー、フォローがあったからじゃないかなと思っているのでここもですね、えー、この4年間で本当に、ね、LINE さんが頑張ってきたことじゃないかなと思いますね素晴らしいなと思いますねで、えー、4番目、これ最近あの私、セミナーでも、ね、LINE セミナーでもよく話をしているんですけどあの意外に、ね、気づいていらっしゃらない方も多いかもしれないんですけどあの、まあ、今回タイトルにも書いているように震災後に LINE が生まれているってことがいかに重要かということなんですよね。 しかも震災の3ヶ月後に LINE が生まれてる。だからこそ、その震災を経験したことがある、えー、日本人、えー、もしくは会社だからこそ、えー、その時に取り入れた機能っていうのがこれなんですよね。安否確認も意識した登録配信における既読管理っていうことで、 メールを送るとね、既読って出るのが嫌だよとかっていうふうなことを言う方結構多いんですけど、実はこれを LINE さんがね、やっぱり導入した、いくらね、みんなからそういうような嫌だっていう声があったとしても、これを今通しているのは、やはりアンペ確認の時にやっぱりね、これは外せないから、いつ何時ね、そういう機能があるかわからないと。で、私は既読管理は受け付けないよとか設定したんだよ。ダメで、全員がこれがね、共通で使える機能になってなきゃいけないっていうことで、 ここは皆さん、ね、理解していただきたいんですね、まあ、その災害時があるからっていうね、ね、えー、たった1日、たった2日のためとかっていうのではなくて、やはりこれはすごく重要だと思っています。えー、メールを送ったら、メッセージを送ったら、相手の方が受け取ったかどうかが分かるということは、やっぱすごく、えー、い,い,いい機能だと思うんですね。ここれはあのーまあ、LINE ささんんに始まったことではなくて、まあ、ソフトバンクさん のね、ショートメールにも配信確認という機能があったんですが、これ au さんとかドコモさんにはなかった機能なんですけど、こういったものがショートメールでキャリアを超えてできなかったことっていうのを、今回 LINE さんの登場によってキャリアを超えて安否確認ができるようになった、このツールはやっぱ大きいと思うんですね。この機能を 今でこそですね、Facebook のメッセンジャーとか、えー、グ,ルあのグループのね、Facebook のグループなんかでも、えー、既読って機能ありますけど、これはやっぱりね、先駆け、アプリとしては先駆けじゃないかなと思いますので、大事な機能だと思います。で、えー、次ですね、次にお話したいのは、 これも今、意外に皆さんね、使われてない方も多いっていうふうに聞くんですけど、今どこいるのっていうのを地図と共に送れる位置情報の共有機能っていうのがあります、えー。これはトークの画面で、えー、プラスを押していくと写真とか動画を送れるように位置情報っていうのが送れるようになっています。これね、どんなふうに活用するのっていうことを、えー、言われる方も多いんですけど、まあ一番なのは今自分がどこにいるんだっていうね、位置情報を送ることができるっていうもので、 この位置情報を送る機能がついてるのっていうのは、実は LINE さんしかないんですね。他の、例えば Facebook のメッセンジャーだったり、ショートメールだったり、他のねメッセージアプリなっかりとっても、この位置情報共有機能ってのは実はなくてですね、これがやっぱりえあの初期の段階から入っていたっていうのは、やっぱり LINE さんがこの震災,をけ震災っていうのを元にですね、できたからだと思っていて、すごく重要な機能だと思うんですね。 なので、例えば待ち合わせをする場合でも、例えばどこどこに一緒に行こうっていう場合でも、ここに行くよっていう場合でも、えー、Google マップのそのリンクをシェアするんではなくて、今、位置情報、ね、場所を送ることができるっていうのは、えー、かなり面白い機能だと思うんですね。えー、この辺も、やはりね、えー、LINE さんは素晴らしい機能を今回提供してくれたとね、4年経って改めて思います。はい、えー、じゃあ今度次ですけど、こちらです。 複数の人と同時に連絡を確認し合えるグループトークっていうもの。まあこれはね、もうあの若者の方々、特に女子高生なんかとっては、このグループっていうものがかなりね、負担にもなってきてると思います。そのいろんなグループがあって、 まあ特にね、あの女性の場合は派閥もあったりするので、いろんなグループのやりとりっていうものがですね、深夜まで続いていてですね、あっちこっちあっちこっちでいろんなものがあったりして、えー、大変かと思うんですけど、やはりこれもですね、さっきの、えー、絆というキーワードで家族や友達同僚つながるってあったように、いろんな皆さんもね、ネットワークがあるわけですね。 家族だったり、友達も趣味の仲間であったりとか、例えばアルバイトの仲間であったりとか、そういう仲間があります。部活の仲間とかね。こういったいろんなグループ、もしくは社会人の方だったらお客さんのグループだったり、同僚のグループだったりあると思います。こういった方々と確認を、ね、簡単に同時に、ね、すぐできるというのがついているのは大きいなと思いますよね。 ただ、現時点では何人がグループの情報に対して確認したよっていうところまではあるんですけど、誰が見たかっていうことはまだわからないですよね。まあ、このの点ちょっとのあのメッセージ グループチャットの方がちょっと今進んでるかなって気がしますけど、まあこの辺はぜひね、LINE さんもできるようになった方がいいなと思うんですけど、まあこれが出ると出るでまた結構まあ反対も多いんかもしれませんが、これとますますね、女子高生の方ね、見たか見ないかっての分かってしまうと大変だと思うんですけど、まあこういったものもありますと。 はい、えー、次ですね、えー。さっきもちょっとお話しましたけど、えー、キャリアの壁を越えて LINE により無料で電話できる。やっぱこれは大きいですよね。あのー、無料ですからね。メッセージもショートメールは有料だけど、えー、メッセージも、えー、電話も無料でできるっていうことはやっぱり大きい機能じゃないかなと思います。えー、そうですね、えー。無料で電話やメッセージができるにしましょうかね。 え、LINE よりはもう当たり前なので、え、無料で電話やメッセージができる。え、これ当たり前のような気がしますけど、え、結構大きい、え、ことだと思いますね。これによってですね、え、災害時だったとしても、え、確認を取れる、え、電話ができる、え、しかもパケット通信になってるので繋がりやすいということで、やはりこれはキャリアではできなかったこと。え、あとは、例えば、あの、端末としては、例えばそあの、 iPhone で iPhone 同士とかっていうことはできたとしても端末を超えてもできなかったことこれを実現できるのは端末でもキャリアでもなくこのアプリしかなかったということですねだからそこがやっぱり LINE さんの強いところじゃないかなとも思いますけどね これをね、無料でできるというものを提供したと。当然、これは無料でできるということは、LINE さんにとっては、すごく負担がかかっていて、いわゆるね、インフラになるものを無料で提供するということは、これで儲けが出ないわけですから、ここにたくさんの投資をして、皆さんが無料で使えるために、どうやったら企業として商売が成り立つかっていうところを一い生ろいろいろ懸命考えているわけで、まだね、なかなか赤字で大変な面もありますけど、ここは4年間で LINE さんが培ってきたものは多いと。 大きいいとは私は思っています、えー、無料でね、こういうインフラを作ったってことは、えー、本当に素晴らしいことだなと思います。はい、えー、次ですね、LINE、えー、さんといえばね、やっぱこれも避けては通れないと思うんですけど、えー、隙間時間で簡単にコミュニケーションが取れる、えー、スタンプ。 えというもんです、ね、もうこれあえて説明するまでもないと思うんですけど、えー、スタンプって今でこそねもうフェイスブックのメッセンジャーだったり、えー、他のツールでも出てきましたが、えー、もうね簡単にね、えー、画像やイラストをポチッと押すだけですね自分の表,表情気持ちだったり思いとかっていうものを伝えることができるということで、まあ、大流行しましたがやっぱこういうものってのはやっぱりそのいかにね皆さんが忙しい中で連絡を取り合ったりするっていう時に えー、重要だったかなと思っていてこの LINE さんのスタンプを出したっていうことの功績は大きいと思いますねえさらにはこの LINE スタンプだけではなくてえ公式スタンプだけではなくてえークリエイターズスタンプといって一般の方にねこのスタンプによってえまあ商売するっていう道もねえ開けてくれたっていうことも大きいなと思いますよねスタンプですで次です えー、次にお話したいのは、首相官邸など、緊急情報をプッシュでリアルタイム配信できるっていうもの。えー、リアルタイム発信、リアルタイム、そうですね。まあ、配信でいいかな。まあ、えー、受信できると、えー、受,受信発信できるということなんですが、えー、今ね、ちょっと見てみたら、例えば、えー、福島県のある高校さんなんかは、緊急情報を発信するっていうために、その LINE のアカウントでですね、えー、あの、 自分たちの学校の情報を発信するっていうアカウントも出てましたが、もうちょっとこの辺が充実するといいなと思いますよね。地震の情報だったり、えー、あの福岡市なんかはね、PM2.5 みたいな情報を、緊急情報みたいなのに発信するようになってますけど、こういった情報なんかがもうちょっとインフラとしてね、各市、 単位でも整っていくとすごいいいなと思いますがまあ今、首相官邸などを中心にプッシュでねリアルタイムに配信して相手が見るっていうことができるっていうのはやっぱり大きい LINE さんの一番強い意味でもありますけどこういうねインフラ作り頑張っていってほしいなと思いますあとはまあ取っ手付けでの感じもありますけど写真、音声、動画などによる入力の簡略か見えるかというふうに書きましたが やっぱりね、情報伝えようと思ったときに、文字情報だけではなく、スタンプだけでもなく、こういう写真とか音声、動画などで伝えられるってすごい大きいですよね。で、最後にですね、えー、希望ということで書きましたが、LINE、えー、生放送っていって、えー、いわゆるですね、えー、生中継が LINE でできるって機能が公式アカウントにあるんですけど、ぜひ災害時にはですね、えー、テレビやラジオのサイマル放送みたいなのができるとすごいいいなと思いますね。 やはりね、マスコ、マスメディアの力って強いので、やっぱりテレビを見たいなと思っているときに、えー、見れない環境の方もいます。それが LINE 上で見れるみたいなものも提供してくれると、すごいありがたいなと思いますので、えー、ぜひこのような仕組みを作っていただければと思います。はい、えー、今日は LINE の4年間ですね、えー、お伝えしました。インスパイのことでした。ありがとうございました。